ロンドン旅客機爆破テロ未遂事件は、ロンドン警視庁が2006年8月9日に、イギリスからアメリカ合衆国へ向かう複数の旅客機を、飛行中に爆破する大規模テロ計画を未然に阻止した事件である。ロンドン東部ウォルサムス島のホレストロード上に佇む警察官2006年8月9日、ロンドン警視庁はイギリスからアメリカ合衆国と、 カナダへ向かう複数の旅客機を爆破させる大規模なテロ計画を未然に阻止した。この計画は液状物質を使用し、アメリカ合衆国の主要都市上空で飛行中の旅客機を次々に爆破、空中分解させる計画としていた。国際テロ組織アルカーイダに関与しているとみられる24人を逮捕。24人のうち22人がパキスタン系イギリス人と判明。 この計画により、イギリス及びアメリカ合衆国は、イギリス初アメリカ合衆国域の民間航空機に対する警戒レベルを最高レベルまで上げた。アメリカン航空、ユナイテッド航空、エアカナダの便がテロの対象となっていた。この影響で液体物質の持ち込みが規制され、化粧品などを含む一切の液状、ゲル状の物質の飛行機への持ち込みが禁止された。 また、影響で世界の一部の国際空港では、航空機内に財布、貴重品を除くて荷物の持ち込みを禁止する措置を取った。また、ロンドンヒースロー空港は、すでに同空港へ向けて離陸した便を除くすべての航空機の着陸を禁止した。また、ロンドン証券取引所の株価は、日本時間8月11日の時点でこの影響で、反落した。各便の航路、 ありがとうございます。